ローソンストア100ローソンストア100は、ローソングループの株式会社、ローソンストア100が展開するコンビニエンスストアである。生活用品や各種サービスを行っている従来型のコンビニとは別に、生鮮食品を扱うミニスーパーの機能と、身近な生活用品を揃えた100円ショップの機能を融合させ、学生、単身者などが気軽に利用できる複合型の店舗を、目指すことを念頭に店舗展開する。そのため、公式ではコンビニの利便性、スーパーマーケットの品揃え、100円ショップの均一価格の3つの業態特性を併せ持つ暮らし支えるストアと表している。基本的に100円の商品が中心だが、弁当や一部の惣菜、菓子、一般食品、雑誌は価格が100円でないものもある。また、多くの店が24時間営業であるが、中には24時間営業ではない店舗もある。多くの店舗では、種類、タバコを取り扱っている。なお、2013年5月20日から、福岡県内の店舗でゆうパックの取り扱いを開始し、6月1日より全国で取り扱いを開始。切手、収入印紙の販売、公共料金の収納代行も行っている。また、2014年6月2日からクレジットカードが利用可能となった。その後、同年内には全店舗でローソンと同様に電子マネーが利用できるようになった。その他2011年のクリスマスケーキ予約時には300円分のクーポン券がレシートへの印刷により発行されたり、2012年3月からは月間ポンタに掲載されたクーポンの使用やポンタポイントの加算。使用も可能となった。なお現状チケット発券などのサービスは行っていない。コピーは一部店舗のみの設置である。過去には ATM は設置されている店舗も存在した。店舗網は直営、フランチャイズ合わせて約1100店舗。低価格商品を販売し、出店構成を強める小型スーパーの躍進などで、当業態店舗の収益が悪化していることから、2015年度末までに、体裁3店など、全体の2割以上の店舗を閉店し、うち約60店舗は、通常のコンビニや医薬品を強化したドラッグストア型店舗へ、業態転換、約200店舗については、完全閉鎖することが発表されている。2009年5月1日にローソンストア100を営業していた株式会社バリューローソンが株式会社99。プラスに吸収合併され、ローソンストア100は99プラスの下でしばらく営業されてきたが、2014年2月1日には同社のオペレーション機能が当社に承継されることとなった。なお、99プラスは同日付で株式会社ローソンに吸収合併され解散している。ローソンマート西横浜店、同年2月20日には新業態となるローソンマートの1号店が、神奈川県横浜市にオープン。ローソンマートは、ローソンストア100の進化型店舗で、コンビニとスーパーマーケットの中間の品揃えを目指し、野菜に加えて、精肉や水産加工品などを扱い生鮮食品の充実を図るほか、ATM や 6P の設置、電子マネーや公共料金の支払いにも対応するなど、本家のローソンと同様に、サービスの充実も図るとしており、売り場面積は従来のローソンストア100の平均的な店舗と比較して約 1.5 から2倍に拡大する方針を掲げていた。また、2016年度末までに関東、東海、近畿地方を中心として500店舗の新規出店を目指していた。しかし、安価な商品を販売し首都圏への出店を加速するイオンのマイバスケットやマルエツのマルエツプチ、ユニーのミニピア号などと比して価格が割高なことから苦戦しており、集客力にも限界があることから2015年1月には、同年度中に全店舗を閉店し、通常のコンビニや医薬品を強化したドラッグストア型店舗へ業態転換することが発表されている。全店舗の業態転換が同年10月時点ですでに完了しており、これにより、同業態からは1年余りで完全撤退することとなった。一方、ローソンストア100も同時期までに体裁3店など全体の2割以上の店舗を閉店し、うち約60店舗は通常のコンビニやドラッグストア型店舗へ業態転換、約200店舗については完全閉鎖することとなった。これらの整理が一段落し当社の事業がローソンストア100専業となったことから、2016年3月1日付で企業名も株式会社ローソンストア100に変更している。当初は株式会社バリューローソンが運営していたが、2009年5月1日をもってバリューローソンが株式会社ローソンの連結子会社となっていた同業の株式会社99プラスに吸収合併され解散した。さらに2014年2月1日をもって99プラスが会社分割によってオペレーション機能を株式会社ローソンマートに承継した上でローソンに吸収合併され解散したことから以降は株式会社ローソンマートがローソンストア100の運営を担っていた。しかし同社の看板でもあるローソンマート事業から完全撤退、ローソンストア100専業となったことを受け、2016年3月1日付で株式会社ローソンストア100に称号変更され現在に至っている。ショップ99からローソンストア100へ看板の掛け替え当初、東京都と神奈川県、埼玉県、千葉県に店舗を展開し、全国展開をする方針であった。2007年2月28日、株式会社ローソンが、ショップ99運営会社の株式会社99プラスとの業務資本提携を発表し、その後、一部店舗をショップ99店舗からローソンストア100に転換して、出店、統合する先行実験を行うことと、プライベートブランド商品を共通化することを表明、それに沿った展開が行われた。2008年9月には株式会社ローソンが株式公開買い付けを実施し、株式会社99プラスへの出資比率を 77.76% に高めて連結子会社化。ショップ99をローソンストア100に転換、統合し、出店を加速していくことを明らかにしている。2009年5月1日にバリューローソンが99プラスに吸収合併され解散。店舗運営や商品仕入れ機能の一元化、店舗ブランドの統合加速がされた。これによりローソンと同タイプのポスレジに一元化、制服の共通化などがなされた。なお、ローソンストア100の看板は白を基調としたものと、緑を基調としたものの2種類が存在するが、緑を基調とした看板を掲げているのは、初期の旧バリューローソン系の店舗である。2011年7月20日、ショップ99の全店舗がローソンストア100となり、統合が完了した。2012年3月1日から、共通ポイントカードポンタが全店で導入された。200円の会計につき1ポイントのポンタポイントが、たまり、1ポイント1円相当として買い物でポイントを利用できる。さらに特定商品の購入でボーナスポイントもつく。ローソンストア100の店舗でカードの申し込みの場合、ローソンストア100限定デザインのポンタカードが作成される。2017年6月1日より導入。ローソン店舗と同じくポンタと D ポイントのどちらも利用ができる。ポイント還元率はポンタと同じく200円で1ポイントとなる。D ポイントのキャラクター、ポインコとの限定コラボカードも発行された。バリューラインとは、ローソングループがメーカーと共同開発したプライベートブランドである。税抜き100円の均一価格、徹底的な価値の追求をコンセプトとしているが、一部100円ではない商品も存在する。また一部商品は、ローソンの店舗でも販売されていた。バリューラインのラインナップは野菜や食肉などの生鮮食品から雑貨などまで幅広い。ありがとうございます。